ブラッケフは2020年から配信されているアメリカ合衆国のコメディドラマシリーズ。成功者の家族を取り巻く人種や文化、人間関係を描くシチュエーションコメディ。ケニア・バリスが企画、制作し、ケニア・バリス、ラシダ・ジョーンズらが出演した。2020年4月17日にネットフリックスオリジナル作品として全世界へ配信された。本作は シーズン2への更新が決定している。なお、タイトルの AF は、アズファックを意味する、インターネットスラングである。ロサンゼルスで成功者として、裕福な暮らしをする黒人のケニア・バリスと白人と、黒人のミックスのジョヤバリス夫妻、その、子供たち。家族の日常は、人種や文化、人間関係がもたらす複雑な事情でいっぱいだった。このブラックファミリーは、正しいということが、 もはや固定概念ではない現代で、なお正しいことをしようと懸命に生きている。次女のドリアが、大学入学用の課題として、自身の家族を紹介するドキュメンタリーを撮影しているという設定で、ドラマは進む。ブラッケフのキャスト、上段左からラシダ、ジョーンズ、ケニアバリス。ネットフリックスとケニアバリスは、ブラックエクセレンスというタイトルの企画を開始する。 ケニアバリスはこれまでに見たことのないファミリーシットコムを目指した。2020年6月23日、ネットフリックスは本作を第2シーズンに更新した。第1シーズンは、批評集積サイトの6点トマトズに24件のレビューがあり、批評価支持率は46%、平均点は10点満点で6.97点となっている。また、 メトクリティックには18件のレビューがあり、荷重平均値は61、100となっている。ありがとうございます。